皆さんこんにちは、テドです、では前回の動画に引き続きこっちの壁続きやっていこうと思います。ではね、ここの方になんか置けるような棚と、まあ、上に、寸胴とか置けるような棚を作って、またスパイスラックをちょっともう一つ作ろうかなと思ってます。はい、では今日の材料こんな感じですね。基本的には 2x4 と 1x4 で棚作って、まあ、残りの廃材を使って上に寸胴を置けるような棚を作ろうかなと思ってます。でも早速、ステインから塗っていきます。はい、じゃあパーツが全部塗り終わったので、まあ、乾かしてまたまた組み上げていこうかな。ではそろそろ乾いてきたので組み立てていこうと思います。では、もう結構もう物とか置いてしまったんですけど、まあ、いろいろできたんでちょっと最後に紹介だけしようと思います。とここがスパイスラックで、上にこうなんか鍋とか型とか包丁砥石とか置ける棚を作ってます。まあ、こんな感じかな。やべ、切ってねえわ、怒られる。こんな感じですね。あとはコーヒーとか置くやつで、この辺りは米とか、スパイスですね。感じの玉です。
とはもうやることはちまちまとしたちょっとしたものぐらいで、特にあとはないですかね。うん、こんな感じですね。はい、受けた。こんな感じで今回の壁と棚作りは終了ですかね。他にまた何か思いつけば追加で作っていこうかなと思います。ではまた。